はい、無事クリア。で、さっき手に入れた爆弾くん、これ陸でも使えんのかな。びっくりした。おい、びっくりした。おめえ勝手に爆発すんのか。自分ダメージ食らわなかったね。やったぜ。自分食らわねえ。自傷ダメージなしだ。よし、じゃあここまで解放して帰ろうか。おっと、ゾーラくん。ゆるキャラみてえなゾーラだな、今作。じゃあ先にね、ここ入ってからにしよう。では、とりあえずイベント、どうせすぐは入れないでしょ？ダメだ、入れる場所ないって言って探しに行くんでしょ今から。だいたい予想つくよ。お前は入れるんかい。あった。この奥、裂け目の入り口作れぞ。行こう。つっても開かないんじゃないですかね。やっぱ裂け目に飲み込まれちゃってるぞら。ん？誰かいるぞらね。あんたもジャブジャブ様が心配で見に来たぞらか。隅っかに裂け目が出てからジャブジャブ様あちこちで暴れてて、ジャブジャブ様が心配で様子を見に来たとこぞら。扉の奥に行きたいんだけど。川の民と海の民の族長たちが一緒に音楽を演奏しなきゃダメぞらに。川の民は俺たちカーゾーラ。北の方、さっきいたやつだね。海の民、海ゾーラのことぞら。海に住んでるぞら。海の沖合にある魚の尾っぽみたいな島にゾーラの里があるぞらよと。族長たちに演奏してもらいたいならお願いしてみるといいぞら。早く行きたいのに。つまりこういうことやな。はい、こちら、ね、これとこれを掲げるとガガ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 、飽きまへんがな。じゃあまあワープポイントあるんで先上から行こっか。ではまずは川ゾーラさんから。ようこそ、ここは川ゾーラの里ぞら。気さくで気楽な川ゾーラたちの住み川ぞら。チャプチャのそばが暴れ回っててみんな怖がってるぞらよ。さあ売ってますかね。これだ。350、買えないことはないな。早く泳げるようになる。これは買いたいですね。話したい。裂け目やらジャブジャブ様やらいろいろあるけども、当店はいつも通り営業中ぞらっと。仕入れにはいけないぞらよっと。在庫たっぷり抱えてるからしばらくは平気ぞら。それはそれでまずいよね、在庫たっぷり抱えるって。近頃ジャブール水域は不安になることでいっぱいぞらよ。こんな時は好きなもの食べて元気出すに限るぞら。やっぱ魚かな。こういうこと。ほら、お食べ、食べてええんやで。ダメみたいですね。まあもしかするとね、下の方でもっと安い値段で売ってるかもしれないんで。ん？ちょっと待って終わり？よかった、びっくりした。まだあった。よかったよかった。
友達はみんな泳げるのに僕だけ泳げないんだ。おめちょこらーい。はい、ジャブジャブ様の隅から大きな叫びが出たぞらよと。変わる、これは一旦もう。おや、川魚系だねこれ。増田岡田、それ違う芸人や。飛び込めんじゃん。裂け目ができて悪いことが起きそうな予感づらね。別にこのまま外に出れるとかそういうわけじゃねえんだ。ああ、私も早く楽器の演奏したい。ドラッドの兄貴、大人になってからだよ。族長ゾラ、演奏は真相、新鮮なものとな。ここか。さあまずはね、川ゾーラの族長に会いましょう。でかい、思ったより。稲は岩なジャブジャブ様の大暴れに叫び、兄貴、里のみんな怖がってるぞら。そう焦るとすら、このドラッド様が何とかするぞろ。手始めにジャブジャブ様を落ち着かせることから始めるぞろ。さすがき、頼りになるとら、どうやるとら。すげえ、演奏を聞かせりゃ、ぎょっと驚いて暴れる気なんてなくすぞらよ。そうすりゃ、旧社のやつも、俺の素晴らしい演奏を認めざるはええねはずだ。まだ海のためのお里喧嘩中とらか。いつもはすぐ長がなりすんのに、長引いとるぞらね。俺の楽バカにしたぞら。そんな人は仲直りなんか考えたくもないぞら。こうしちゃいられんぞら。岩菜、稲は今すぐ出発するぞらよ。誰か知らねえが、溶岩なら後にしてくれぞら。ドラッドの兄貴に用だったぞら。いろいろ来て見ての通り忙しいぞら。兄貴ったら、海の民のお里を今までにないほどひでえ喧嘩してるぞら。喧嘩の始まりはちっちゃいことだけど、二人とも引くに引けたくなってるぞら。昔は仲良くなったのに困っちゃうぞらね。なんでシャンプーハットを首に巻いてんの交流の場に行くぞらよっと。バイバイぞら。喧嘩って何？兄貴出て行っちゃったぞら。族長はどこへ行ったの？交流の場に向かったぞらよ。南の方、海と川の境目にあるぞら。喧嘩って？ああ、小さい頃から喧嘩ばっかりぞら。今回の喧嘩なかなか根深くてねと。音楽性の違いがあるのはわかるけど、早く仲直りしてほしいぞらね。留守を任されるってことはそれぐらい信頼されてるってことぞら。では、次は下に行きましょうか。さあ、それでは、次は南。さあ、こっちにも店があるかもしれないから、あえて買わなかったんだけどね。なかったらとっとと水かき買いましょう。ん？なにこのタコみてえなの。しょうがねえじゃねえか、タコなんだからよ。いけ！違う違う違う。こいつだよ。お前、おい。ゾーラだった。負けてんじゃん。あ、勝った。海ゾーラのさ、ああ、このイルカっぽいのが海ゾーラか。なるほどね。64風ゾーラですね。ミファーとかとあっち系に近いゾーラやな。
敵だと思ってね突っ込ませようとしてた。さあということで、はい、入りやしんか。よく海を渡ってきたな。なんかよね、水の中の入り口を使え。大丈夫？死なない？なんか空気ある？うん、まあまあ行きましょうか。死んだらその時や。あ、大丈夫だった。海底の楽園、海空の里空、ね、我々海の民こと海空、海に住むのが海空とお覚えくださいと。ということで、今作初めてかな、この2種類のゾーラ同時に出たの。だいたいね、あの 2D ゼルダは川ゾーラで、3D ゼルダは海ゾーラだね、だいたい。いつまでも喧嘩してると仲直りどんどん難しくなるのにね。子供でも分かること分かってねえんだよ、バカどもが。ということで、下にはないね。上で買いましょうか。おぉ。ということで、空者様。どこにいらっしゃるんでしょうかね。みんな音楽大好き。空車空車にしてやるぜ。ジャブジャブ様は海の恵みを与えてくれるのね。どうしてお暴れするのかしらね。ジャブジャブ様はあれか、64のゾーラの大王の後ろに行ってダンジョンになってたし、人魚だよね。おやおや、叫びが俺、ジャブジャブ様が暴れ、これは有識事態ですよ。ジャブジャブ様は我らゾーラの精霊様ならばこそ沈めるの我らの役目。過去にいる読みの出来事ゆえ見極めに時間を要したが、この海の民が押した空車が丸く収めてくれようぞ。そのお言葉お待ちしておりました。マグロがいる。ログマだって。こいつシャークだね。シャークとマグロだね。ジャブジャブ様は私らの演奏を好まれる。演奏さえ気に入ってもらえば言ってること同じじゃねえか。ドラッドのやつもね、わらわの演奏の美しさを認めざるを得ぬはずだ。旧者様たちの今回の長田が随分解決に時間かかってますね。解決だとするもんか、奴とは口きかないんだもん。わらわの音楽をバカにしよったのだぞ。そんな奴の顔など見たくもないわ。やつは昔から挑発ばかりしてきよる。どちらの演奏が優れているか一度理解させねばならんな。とにかくマグロよ、今すぐ行くぞ。で、中央で会えばいいんだな。そなたはハイリア人か。わらわは忙しい、後にせよ。お客人、何かご用ですかな。もろもろ解決するまで、主の手書くことはないかと思われますよと。そろそろ仲間にしても良い頃なんですけどね。根が深いようですね。喧嘩するほどなんとやらとは言いますがって。おっと、初めてお会いする方にお話しする、方にするお話ではありませんねと。早く行くぞ。はっ、かしこま、では失礼。この人たちも氷の番に行っちゃった。行ってみよう、やってみよう。旧社様、今日も素敵。族長はどこへ。交流の場に行きましたよと。はい。喧嘩って、もう知ってるよ。はい。時計。それじゃあね、ちょっとお金をもうちょっと欲しいですね。350貯めて水かき買ってから行きたいな。現在のお金はあと17ルピー、20ルピー1個でも見つかればいいんだけど、まあどうせワープで帰るだけなんで、ちょっと探索しつつ下に行ってみよう。潜る。20ルピーぐらい昆布だ。まあ、あの、いらないものを売ればいいだけの話なんだけど。何あの雷のやつ。クラゲ？
ウニ。爆発持ってきてるよね。テーブル。間違えた。まずこいつちょっと倒そうか。やったぜ。取れた。ビリ。じゃあ2匹読んだらビリビリか。ああ、ダメみたいですね。勝てなかった。これを爆発させる条件。なんか。あれね、4コス使うからさ。ダメなんですよね。この辺に。よし、まあまあ、いってると。お!ハートのおかけら。剣ゲージがないとその場で爆発させづらいんだよね。あ、スタンプ。さあ、これで1ページ目終わり?どうなる?何くれるの?僕、スタンプマン!一途にスタンプコレクターだ僕のことさ溜まってるじゃないか、うん、ご褒美大したもんじゃねえあんまり嬉しくねえそんなに大丈夫このまま押し続ければドハマりするはずさなんという前向きさまあ今のところ君しか遊んでくれないんだけどね次のスタンプカードあげちゃう中級者それじゃあご一緒にレッツいいから帰ってうん話はおい出てそこの洞窟あるよねおお、また一つ洞窟を発見した。まあ次は間違いなくジャブジャブ様が現れる予想がつくんで。こういうね、ダンジョン行くのも考えとくとさ、絶対に水かきあった方がいいよねっていうのはある。ちょちんあんこう。あ、今空気あった。ちょちんあんこう。いけ、魚よ。弱え。おんまい弱すぎじゃねえ、この魚。ちょうちんあんこうが強すぎるのかもしれないけど、あの魚ちょっと弱すぎだぞ。やっとか。ダッグラーレベル2レベル2はちょうちん暗号です明るくなーれ萌え萌えキュンペッアマちゃんが邪魔だよ あよかったたどり着いた何くれるかな昆布だよー倒しといてまあ強いね明らかに
お、出た。どうも。やあ、秘密の財宝探してるんだ。お母さんに秘密にね。ここに財宝あんの？なんか掘って出てきそうでもあるけど、まあよくわからん。いたいた。どうも。洞窟で冒険ごっこをしてるんですよと。うん、ええちゃう子供やし。お、ゴルピー、あと9ルピー。もう一個ぐらいだねよ。ないかな。壊れそうなヒビも見当たらないね。この鳥まだやってなかったよね。なんかいいのいないかな。すごい。アルバトリーね、アルバトロスか、アホ鳥。戻ってきた。さあ、一応もうこれであそこ行くのが次の目的地になっちゃったね。攻撃するために自らを傷ついていく。頑張った。動き早いっていいっすね。よし、じゃあ買い物しに行きますか。ちょっと微妙にお金足んないけど、物売りましょう。足りない分は。落ちてないかな。何この船。何パーセント？うわあ！サメだー！やばい、登れない。サメが、サメが追ってくる。早く脱出せねば。やべえなこいつ。どうやって倒そう。お前、魚が鳥に勝てるわけねえだろ。いけ、負けた。いけいけ。ほら、いけいけ、頑張れ。よえータイミングずらした方がいい。弱えなこいつ。チャンス。弱え。俺がおとりになる。シャーク、フジシロを倒すんだ。よし。よいよー。やっと勝てた。強かった。ついでにお金も貯まった。ガブフィン、ポケモンにいそう。4コスぐらいいきそうだよね。ガーブフィン、ガーブフィン、あった。
水気を牛耳るギザギザ派の無法者、大内で食らいつき尾ひれを叩きつける。まあ、俗に言う、ホウジロザメ。じゃあ、とりあえず。あれー。ここもまだまだある。視界が全く取れない。足りないか。いや足りたな、また色の違うモリブリンが可能な限りね、これちょっと視界変えれるんだ。なかなか無茶な移動ができるのがこの作品のいいところでもあるね。行くぞー。次の、テレポートポイントだけ見つけて帰ろうかなってしてるけど、まあ見つかるかどうかはこれがわからない。スタンプ発見。にゃーん。もう次はね、カワゾーラの里まで飛ぶから。とりあえず行けるところまで行こうと今頑張っている。あれ？もうこれ知ってるとこまで帰ってきてるよ。知らない間に知ってるところまで帰ってきてる。南の遺跡。これ売るとね、もう楽勝なんだけどね。まあレア系のアイテムはあんまり売りたくないよね。もうこれ以上はいけないか。ないね。よし、じゃあ帰ろう。